はい、皆さんこんにちは、キノチューブです。今日はニャロンと一緒にサイドトランスファーエクササイズをやっていきましょう。これは立位になってしっかりと側方に重心を移動していくというものです。左にしっかりと乗せていきます。そしたら右に十分に垂直に平行移動して重心を移動していきます。そんな感じです。重心を移動した時に頭、股関節、膝、足関節が垂直に移動するように注意しましょう。左にしっかりと乗せていきます。そしたら右に十分に垂直に平行移動して重心を移動していきます。体重を移した時に頭が側方に倒れたり背骨が側弯したりしないように注意しましょう。単純なエクササイズですが、バランスの向上や転倒予防には重要な体操になりますので、ニャロンと一緒にしっかりと運動してくださいね。いかがでしたか？それではまたお会いしましょう。 See you!